業界の方法論は変わるのだろうか。本来なら、同人ソフトは適当なサイトにて、勝手に売っているのだが、理屈が正しいなら、ここ、デソノストリードの連携それは、十分な利益税を発生させ、何らかの波を作っている、はずだが、工程は、見てない。見てない限り、一般のユーザーにはほぼ、目に留まらない。そもそも有限の、倍。1000万円を10人で分け合ううちは良い。100人になったら、そこには熾烈さが。いかに、価値を作れば市場にお金が増える、としても、変換し得る額。それは実際には定額ではあって、もちろんその前に抑止はかかるし、増え続けるならパイは広がり続けはするが、新参者、それは穏やかでは、ない。カウンタ数値が100以下の層は、常に何かの衝突を繰り返してはいるのだろうか。そんな果ての、今。